明山高校3年 B 組浅見朝日、またの名をスケバンデカ。女優の南野陽子55歳が26日文化放送国丸食堂にゲスト出演。鉄仮面の秘密を明かす一幕があった。南野は1984年にデビューすると、翌85年にはフジテレビ系ドラマスケバンデカ2少女鉄仮面伝説で主人公の2代目浅見朝日役を演じてアイドルとして大ブレイクを果たした。この日はラジオショッピングのコーナーを担当する若松氏から一つだけお伺いしたいことがあって、あれは本当に鉄でできてたんですか、鉄仮面ですねと質問が。鉄仮面をかぶせられる役だった南野は、鉄でできてたら首が折れますね、と苦笑しながら答えた。共演者もそうですよねと納得していた。